実は腰振るだけで50代女性が3ヶ月でマイナス8キロ達成素晴らしいです痩せたいけど寒くて外歩けないそんな方に腰振りダイエットおすすめなので早速仰向けで寝ながら一緒にやっていきましょうそれでは早速仰向けで寝ていきます仰向けで寝た状態で両膝を立てて左右に振っていきますはい左右に振っていきます これでお腹周り腰周りの筋肉を まずは緩めるようにしていきます。また、股関節周りの筋肉も緩くことによって全身の老廃物は流れやすくなります。特に足周りの老廃物は股関節の部分を通って心臓に帰っていきますから、まずは骨盤周りを緩めていくことが大切になります。 そうですそうです。そのままゆっくりゆっくり左右に腰振っていきます。痛くない程度で大丈夫です。強くしすぎてしまうとより筋肉硬くなってしまうので左右にゆったりゆったり腰を振っていきます。 そうです、そうです、そのまま無理ない範囲でゆっくり振っていきます。はーい。ではそのまま足を開けた状態で左右に腰を振っていきます。左右にゆら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 振っていきます。これで この股関節の内側の筋肉が伸びながら骨盤の位置をキュッと締めることができます。骨盤周りは自律神経の中でも副交感神経と言われるリラックスする神経が集まっています。なのでここがしっかりと寝る前に整うことによって睡眠の質も上がっていきます。僕たちは寝ている間に300キロ カロリーも消費すするなんてて言われていますからウォーキングと同じようなカロリーを睡眠の質が高ければ消費することができますのでしっかりと骨盤の位置や股関節の内側の筋肉をしっかりと緩めながら整えていきます。 そうです、そうです。そのまま、ゆっくり、ゆっくりやっていきます。はーい。では、もう一度、両膝立てていただいて、片方の足乗せます。そのまま左右に振っていきます。左右に振って、振っていきます。これで上上側に上げている足の お尻の筋肉を伸ばすことができますので坐骨神経痛や腰痛がある方でも効果がありますまた足を組むことが難しい方は乗せるだけでも十分効果ありますので自分のやりやすい方法でやってくださいそうですそうですしっかりとお尻の筋肉を緩めながら 骨盤の位置整えていきますできる方は足しっかり組んでいただいて横に伸ばすとお尻の筋肉伸びてるなっていうのを感じれると思います。このお尻の部分の筋肉は座骨神経の上をトンネルのように作っている筋肉なのでここが硬くなると足のしびれや老廃物が足にたまりやすくなってしまいます。 はい。では逆側の足を乗せて振っていきましょう。 振って振っていきます。これも同様にしんどい方は乗せるだけで大丈夫です。また変形性股関節症の方は痛くない範囲でまたこの部分でですねあの股関節の手術をしている方っていうのは NG なポイントになりますので痛いよとかですね無理にやりすぎないようにしてください。多少揺らす程度だったら大丈夫だと思うんですが強くしすぎてしま しまうと打球の原因にもなりますのでゆっくりゆっくりそうですそうですそのままできる範囲で大丈夫ですそのまま内側にあお尻の部分や背中の部分伸びているなーっていうのを感じながら腰を振っていきましょう少しずつ体があったかくなってきたなっていうのを感じることができると思います そのままゆっくりゆっくり振っていきます。はーい、ではもう一回戻していただいて、両膝立てた状態で足を片方上げます。そのままお尻を振っていきましょう。お尻振って振っていきます。 これで股関節周りの筋肉や腹筋をしっかり動かしながら老廃物流すことができます足しんどいよって感じたら休みながらで大丈夫ですただ腰を振るのは休めないようにしましょう足を置いて 余裕ができたらまた足片足上げて腰振るようにしましょうそうすることで腰側の筋肉やお腹周りまた股関節の前側の筋肉を緩めながら鍛えることができます そうですそうです息止まってないですか止めないようにしてくださいねまたお腹がキュルキュルキュルってなってきたよっていう方は自律神経整っている証拠です上手にできてますまたおならが出そうだよっていう方も同じです上手にできている証拠ですはーいではゆっくり下ろしていただいて逆側の足も浮かせて腰振っていきます腰を振って振っていきます そうです、そうです、そのままゆっくりゆっくり振っていきましょう。そうです、そうです、無理ない範囲でゆーっくりゆっくり、そうです、そうです、そのまま左右のバランスが整うようにゆっくりゆっくり振っていきます。しんどくなった方は足を下ろして、腰の振りだけは止めないようにやっていきましょう。 そうです、そうです。いい感じですね。だいぶ腰が先ほどよりもよく動くようになったなっていうのを感じれると思います。上手にできている証拠です。そうです、そうです。そのままゆっくりゆっくり振っていきます。リズムよく左右同じリズムで振れるようにしていきましょう。そうです、そうです。ゆっくりゆっくり振っていきます。 はいではですね両方の足整えていただいてそのままお尻上げます。この上げた状態で左右に振っていきましょう。 左右に振っていきます。これで背中とお腹の筋肉鍛えながら太ももの後ろ側の筋肉も一緒に鍛えることができます。これもしんどいよっていう方は休みながらでも腰を振るのは止めないように。そうですそうです。腰振りながらできるなと思ったら少し腰を浮かせた状態で左右に振っていきます。 これやっている時にですね、下に下がってしまうよ、上に上がってしまうよっていう方は骨盤底筋というですね、お尻の下の筋肉がうまく働いていない証拠です。なので、勝手におならが出てしまったり、尿漏れだったりの原因になってしまいます。また女性の場合は太もも周りに脂肪がついたりとか、お尻が垂れてしまう原因になりますから、しっかりこの筋肉を鍛えるために めにもお尻を上げた状態でやっていきます。あーゆっくり下ろしていきます。続いてもう一度お尻上げて片足浮かします。この状態でお尻左右に振っていきます。左右に左右に振っていきます。これかなりしんどいのでしんどくなったら休んでただ腰振るのだけはやめないように できるなぁと思ったらお尻を浮かせてそのまま足も浮かせて左右にそうすると支えている方のお尻しっかり働いているなっていうのを確認できると思いますまた上げている方のお腹の筋肉だったり脇腹の筋肉もしっかり使っていきますからゆっくりゆっくり左右に振っていきますしんどくなったら休みながらゆっくり左右に振って そうですそうですで休んでできたなと思ったらお尻上げて足も浮かせて左右に倒すそうですそうですしっかりそうそうそういい感じですね無理ない範囲で足んどくなってきたなっていう方は下ろして左右に振るこれで足がつるよっていう方は水分不足してますはいでは逆側も同じように振っていきましょう振って振っていきます これも同じようにお腹の筋肉や支えている方の足のお尻の筋肉動いているなーっていうのを感じながらやってください大丈夫です休みながら呼吸整えてただ腰振るのはやめないようにしますそうですそうですそのまま左右に振って振っていきます そそうそういい感じですね呼吸整えたらそのままお尻上げて腰振って足も上げて腰振っていきますそうですそうですだいぶ下半身骨盤から下の部分しっかりと働いてきましたねこれで血圧だったりとか血糖値も落ち着いてきますからゆっくりゆっくりやっていきましょうそうですそうですそのままゆったりゆったり。 振って、振っていきます。しんどくなったら腰振りだけです。はーい、OK です。ゆっくり起き上がっていきます。また他にも明日の朝できる方法や食事の方法を紹介してますから、できそうなもの選んでやってみてください。それではまた明日。バイバーイ。